こは、長崎の見つけ駅です。それから長崎町まで歩いてきます。これが結構、1キロぐらいですね。この道をこの地下道を歩いて、長崎町に行くのが非常によろしい。健康のためのウォーキングもね、非常にいいですし、これは、長崎町のホームを通っていきます。それで長田町から湯楽町線に乗り換える階段がまた110段ばかり組まれます。その110段をしっかり歩いてる、これが健康になる秘訣ですね。この東京の地下鉄の中の一番健康階段をですね、ベスト健康階段を紹介したいと思います。これが長田町に行く、これが階段ですか。これを下に行きますと長田町の奥に行きます。この先が長田町ですね。長田町のですね、これは長田町に向かっているところですが、すべて階段を歩きます。エスカレーター一切、乗ってはいけません。健康のためにすべて階段を歩くと、階段健康法ですね。東京の場合にはこういう階段健康法ができる場所が、地下街にも仮に巡りはされています。これをこの一日何回も回れば、一日階段でも1000段ぐらいの階段を、登ることができますね。それによって、あることが最も健康につながりますから、東京健康都市のこれがシンボルですね。こうやって年取ると、まあ、公園を散歩するのもよろしいが、雨が降った場合とか寒い場合には地下道をぐるぐる回ればですね、いやですね、ここがこれから永田町の方にあります。永田町ですね。で今日は湯楽町線の一応麹町駅に来てますんで、これをこの永田町駅を通過して湯楽町線に乗り換えます。このホームはですね、通過するわけですね。これが湯楽町線に乗る、エスカレーターと階段ですね。ここが一番、170段あります。これだけエスカレーターで高いところは少なくますよね。これあります。こちらの方に階段があります。この階段を登っている人はほとんどありません。この階段を登っています。この階段を登るのが健康の秘訣。エスカレーターには一切乗ってはいません。エスカレーターには病人、その他足の悪い人はエスカレーターでもよろしいですが、健康な人間でもっと健康になりたい場合には階段を一生懸命歩くのがよろしい。こういう場所が都内の地下鉄がいっぱいありますよね。東京駅にも横須賀線からの祇園までの階段は100段以上です。この場合も今は90ね、91、90、90、ね、大したことないですね。こういう感じです。この階段をしっかり持って氷巻きの方に行く。これが私の健康法ですね。ジャブ挑戦、こっちか。これは
私の健康法です。無料健康法をやってます。こちらは、横須賀線ですね。横須賀線の東京駅です。東京駅に着きましたが、これ東京駅の横須賀線の一番地下の下にありますから、エスカレーターが相当あります。エスカレーターしかありませんね。ここは階段しかありませんから、このエスカレーターをじっとしてるんじゃなくて必ず登ってきます。階段と一緒で必ず登ってあれば欲しい。そして足腰を鍛えると、ここですね。この50段ぐらいの階段しかありませんが、ここも登って上がります。東京駅ね、中田町の有楽町線ね、ここ駅が一番、100段ぐらいで高いですが、ここは東京駅の場合は一応横須賀線の50段、それから中央コンコースの方に向かっていると、ここで一応30段ばかりの階段がありますから、この30段の階段もエスカレーターには乗らない階段を登ってきます。ここに30ぐらいの階段がありますね。これを登れば80、それから山手線で20度、計100ですね。これを1日何回も往復すれば、東京の一応階段、健康階段のトレーニングコース1000段ぐらいは失礼します。これは中央コンコースですね。